きの新東宝キネマニア。はい、どうもこんにちは。新東宝作品を世界で一番売ってきた男、どうも鈴木です。私どうも鈴木は新東宝の後継会社であります国際放映に長年勤務し、数々の新東宝作品を売ってきました。そして洋画邦画問わず年間100本以上の作品を鑑賞する映画マニアでもあります。この動画では1947年から1961年まで活動し、昭和の日本映画界に爪痕を残した新東宝の素晴らしさ、面白さを皆さんにもっともっと知ってもらうということで、新東宝が作ったおよそ800本の中から私どうも鈴木が選んだ1本の作品をゆるっと紹介していきたいと思います。今回は私の好きな監督の一人であります五条平之助監督作品、朝の波紋です。新しい時代を生きる女性が対照的な価値観を持つ二人の男性の狭間で、人生における大切なものを見つける物語です。貿易会社三幸商事で働く敦子は、英語が堪能で有能な社長秘書。敦子は戦争で父親を亡くし、わけあって実母と離れて暮らす少年ケンと、その愛犬ペケと共に実家で暮らしていました。そんなある日、敦子はケンちゃんと仲良しの青年井野田二平太と出会いますが、なんと二平太はライバル会社の富士商事に勤めていました。その後敦子は輸出の大口取引を受注するんですが、商品の納期が遅れ苦境に立たされてしまいます。この取引はもともとは富士商事のものだったことから、二平太による妨害ではないかと同僚の火事が言い出し、敦子も疑いを持ち始めます。製造元を訪ね神戸へ向かった敦子は、火事の助けを借りて事態を収拾しほっとしていた矢先、突然火事から休校され戸惑います。そんな折、いたずらが過ぎるペケを捨ててくるように言われたケンちゃんがペケと一緒に家出してしまいます。ケンちゃんのことが心配な敦子は、ケンちゃんと仲良しだった二平太と一緒に東京中を探し回ります。この映画を演出した五条平之助監督は、生涯100本を超える作品を世に出しました。庶民を描くリベラルでロマンチストの方なんですが、1931年松竹でおいて日本初のオールトーキー映画マダムと女房を演出します。そして新東宝では6本の映画を撮ります。中でも有名なのは煙突の見える場所、この作品はベルギン国際映画祭で受賞いたしました。本作の朝の波紋は新東宝映画2本目にあたります。この映画の主役を務めた高峰秀子は、5歳からおよそ50年間日本映画界の第一線で活躍しました。そして1951年、松竹で撮影された日本初のカラー作品カルメン故郷に帰るで、カンヌ映画祭に出席することを口実にフランスに半年間滞在します。そして帰国後、日本映画復帰第一作がこの朝の波紋なんですね。この映画で共演した池部亮ですが、戦後腸チフスにかかり病院に入院してた時に高峰秀子に説得されて俳優復帰をしたというエピソードがあるんですね。以来自分の方が6歳も年上なのに高峰秀子には頭が上がらないとして、高峰秀子のことを先輩と呼び、高峰秀子は池部亮のことを亮ちゃんと呼び合う仲だったそうですね。それとこの作品には多くのバイプレイヤーが出演しています。結核部地の社員役に田中春夫、営業部社員役で稲葉芳雄、井の田家のバーヤ役で浦部久美子、飲み屋土壌の常連客役で新金蔵が出ているんですね。またゲスト出演でドクター役で上原健也、シスター役で香川京子も出ているんですね。劇中何度も出てくるコンコンチキという言葉、面白いですね。数えてみたらなんと15箇所もあるんですね。観光商事の火事という男が癖者らしい。火事ね、その火事と竹本敦子もコンコンチキさ。コンコンチキ、
今田さん、お座りになって。私、お手伝いするよ。よ、コンコチキ。いいわ、やるわよ。コンコンたる月がね。もう一杯。なあ、ケンチ。近いうちお母さんに会ってみようか。頼むよ、皆さん。皆さんと僕はコンコンチキだもの。よせ。なるほど。大したコンコンチキだ。コンコンチキだと？コンコンチキの大コンコンチキだ。しっかりだ。何がインチキ？インチキじゃない。あなた方は誠に、コンコンたる危機だと言ったんですよ。当たり来者力のコンコンチキなんていう言葉でよく使われてましたが、この映画ではコンコンたる危機という意味で使っているんですね。危機とは、自分のことをよく理解してくれる人、または親友という意味だそうです。それに、コンコンたるとは、心のこもった様のことを言うので、つなげると、心のこもった自分のことをよく理解してくれる人という意味で使っていたようですね。古い映画を見て、このような言葉を発見するのも面白いですね。ここでは私どうも鈴木が気になったキネマニアポイントを紹介したいと思います。1945年の終戦以降、日本国内における映画検閲は GHQ が行っていたんですね。 GHQ による占領期間は1945年9月2日から1952年4月28日までのおよそ7年間なんですが、 GHQ による映画の検閲は1949年10月まで続いていたんですね。この朝ナハモンは1952年5月1日公開ということで、瓦礫が残る六本木のバス停や池部亮を演じる二平太が住む戦火で焼け跡が残る大邸宅などの数々のシーンで敗戦国の現実を表現しているんじゃないかと私は思いました。また高見裕子が演じる厚子が海外向けの積み荷を確認するシーンがあるんですが、いいわね、京都。私、桂離宮へ行ってみたいわ。なんだつまんねえ、よせやんな、お寺。お寺じゃないわ。似たようなもんさ。あれは内容の土地の人変わらないよ。そうかしら。写真で見ると美しいわ。日本的な美しさがあるわ。その日本美というやつが問題なんだよ。なぜ？詫びとか詐欺とか、そんなものはこの物の少ない貧乏たらしい国の悲しい負け惜しみさ。積み荷のアップが入るんですね。積み荷にメイドインジャパンという文字が書かれているんですね。このわずか1秒のカットに五所監督の強いメッセージが込められているんじゃないかと私は思いました。いかがでしたか？今後もこのチャンネルでは新東宝作品をどんどん紹介していきたいと思います。次回も見逃したくないなという方はぜひチャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。どうもです。